やばい、クリーパーだ。あー、爆発した。あー、ブッチ何やってるの。またアイテム全部ロストしちゃったよ。マインクラフトやってるのか。ひなこちゃんも一緒にやろうよ。え、やりたいやりたい。今ちょっとマルチの設定するね。うん。あれ、なんかおかしいな、パソコン。何、なんか画面なんか真っ赤っかになったよ。何、なんでなんで。俺のパソコン壊れたかもしんない。あれ、なんか待って、画面に文字が出てきた。こっちへ来い。あ、うわー、待って、体が画面に吸い込まれる。うわー、なんで私まで。うん、なんだここ。何、どこ。パソコンの中入った、もしかして。嘘でしょ。なんか書いてあるね、加圧場の上に乗りボタンを押してください。だってここじゃないよ、ここの加圧場だよ多分。ああ、ここか。あんな遠いとこなわけないじゃん。なになに、ホストになりました。それではゲームを始めます。え、なに、あ、マインクラフトだ。マイクラの中に入っちゃったの。なんか複雑だね。待って。ややこしいややこしい、なんかややこしいな。え、待って、なんか外がおかしいよ。ズルンルルンしてる。宇宙みたい、ピカピカしてるね。なにこれ、目おかしくなりそうだね。あっち行けないの、プッチ。行けない行けない。あ、行けないのか、なんだ。あっちの世界に俺放り出されたら、俺永遠にあそこをさまようことになるよ。とりあえずなんか多分脱出させられる感じだと思うからさ、うん、探そうか、アイテム的な。あ、部屋の電気がついたみたいだ。違うよ、明るくなるやつ使ったんだよ、ナイトビジョン。おいバカ、お前電気ついたな。電気ついたの、うるさいな。ついてない、これ実況、実況のためなのでね、許してね。待って、あ、待って、樽になんかいっぱいついてる。あるよ、消えた火の消えた松明と経験値エンチャントビ。エンチャントばっかだ。エンチャント瓶もらっとくよ。うん、あ、ここも体この後ろも全部エンチャント瓶だ。ほんとだ。で、571とマリオの帽子に書いてあるマークが書いてある。ワリ、ワリ、マリオだねこれ。こうやってやったらワリオになるよ。おい、やめろやめろ、ワリオに住んだ、ワリオに住んだお前。これさ、この松明、これをさ、火消えてるから灯せないのかな。灯せないんじゃない。え、ベッドで寝てみる一旦。あ、寝てみるか。はい。あ、寝れないって。あ、寝れないの、今朝なの。火の消えた絶えます。でもここにさ、火ついてないろうそくがあるからさ。火もらおう。いや、ついてねえだってこれ。え、ついてたくない今。ついてないよ。え、今燃えてたよ、私の画面だとさっきまで。え、嘘だ。俺消しちゃった？俺消しちゃったっぽいな。あ、俺これ消しちゃった、これも。あ。なんで？あ、カチャッてやってみて、それ。え、何も起こんなかったね。消しちゃってるじゃん。いや、ついてた時もやったんだけど、別に特に何も起こんなかったんだよね。あっちもなんかある。これ入れてみる、これ松明。あ、ダメだ、何もなんない。あ、ここがめっちゃ怪しい。ここ怪しいよ、なんかね、いるよね、かぼちゃマンが。なんかいる。え、でも隠しはなさそうだな、こん中。いや、これは何をすればいいんだい。こんなしょたり積むの初めてなんだけど。何？何すればいいの？火消えてるんだよこれ。え、ろうそくの火消したのダメだった？もしかして。え、ダメだったかもよ。え、マジで？でもなんか謎の数字あるもんね。571。松明に571。名前変えてやってみる。ああ、これに？うん。松明に571って書いて入れてみない？ダメかな？いくよ。571。これ書いて。あそこ入れてみる？違う。何？なんかさ、暗いからなんかあるとかあるかもよ、もしかしたら。ああ。お。あ。松明に火がついた。投げるが正解だったね。投げるんだ。で、どうすんのこれ？ね、階段下にボタンがある。本当だ。おい。お、板の隙間に紙が挟まっている。紙を拾った。あ、で571じゃない？で、これで571って書けばいいのかな。こんな単純かな。571入れます。いや違うな。M って何？でもこれさ、数字さ、ここ間あるからさ、こことここに数字入りそうだよね、2箇所。はいはいはい。紙もらったから次紙にまつわることだよね、きっと。多分ね、ここをアンロックする何かがあるはずなんだが、どうすればいいんだ。わかんねえよ。これ怪しいな、これ。何も見えないよね。なんかどっかにさ、隠された数字が書いてありそうで。あー、ボタン。あ、本当だ、これだ。はい。炎の隙間から松明の光に何かが輝いた。見て、鍵手に入れた。お、入れるんじゃない？何の鍵？これ、ここの鍵かな。
鍵は開かない。なんか言ってる。てんてんてん。どっかが音がした。お前かーい。おい、あ、そうやって開くんだ。お前かーい。え、取っていいのこれ。わかんない。回収作業してる今。どうせさ、それパンプキンとかして、それなんかかぶる系だよね、絶対。あ、これじゃない。着てみたら多分なんかあるこれ。ちゃんとボグまで着てて可愛い。ほら、あった。あの切れ端、この数字の切れ端合わせて、合わせて、こうやって合わせると、お、すっげえこれ。135721、135721、135721、オッケー、ナイス。13ひなこに、はい。ちょっとかぶりたい、ひなこも。はい、あげるよ。すげえこれ。え、ただのかぼちゃなんだけど。ホストじゃないからだ私。ああ、そういうことか。ただのかぼちゃマンだ、かぼちゃマン。やだ、行こう。よし、じゃあこれ入れまーす。オッケー、やったー、進んだ。進んだけどさ、あ、びっくりした、開いた。あー、え、全然違うエリアに来たぞ、また。脱獄マップだ。なんか樽があるね。あ、本があるね。清掃員の日記。待って待って、こっち来て。え、開けて。あ、ウンティ、ウンティやる、ウンティ、ウンティ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 、投げないで、やだ。やめて。よし、じゃあ清掃員の日記読みます。今日は清掃の担当日だ。だが、部屋の清掃していたところ、ここの檻のスペアキーを排水溝に落としてしまった。後でもう一本漏れに行こう。お、ウンティんとこじゃん。ウンティんところにこうあるってことだよね。まあ、とりあえずここのボタン押してみるか。うん。はい。あ、隙間なんだ。鏡の隙間に何かがある。あ、なんかゲットした。PC からの脱走にゅ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 。だって紙が、紙がある。じゃあなんか、でもこれなんか入れるっぽいんだよね。鍵穴。大事だね、スペアキーじゃない。ウンティやっぱなんかに使うのかな。こねる、いったん。ウンティこねる。ボタンあったここに、ウンチ。あ、ほんとだ。じゃあウンチでダッチ。あ、ベッド動かした、ナイス。はい、あ、排水溝いけるぞ。え、待って、うん、え、おい待って、さっきまでウンティが入ってたとこだぞこれ。ガチ。ほら、あ、ボタンがある。はい、排水溝の網に何か引っかかってるのに気づいた。お、スペアキー入手したひなこ、戻れ戻れ。ナイス。うー、よいしょ。ひなこちゃん足にうんちめっちゃついてるよ、ほら。ねえ、やだー。このうんち。ズボンまでついてるよ。うんちもズボンも取る。お前、頭にうんちついてるよ。え、あ、ほんとだ。うんちまみれじゃん、俺。ちょ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 。よし、じゃあ、スペアキー。檻のスペアキー入れまーす。はい。あ？いや、いや、そこ？あー、こっち？あ？そうやって上がってくるの？そこ？あー、そうやって上がってくんだ。思ってたんと違う。あー、ここじゃないんだ。ここなんだ。何のためのドアだよ、じゃあこれ。まあいいや、とりあえず先進むか。ここまで来たか。まずはパソコン起動しないとだ。これパソコンだね。よし、そしたら目の前にあるパソコン、今から U パスコードを入力してくるよ。2853。あとはわかるな。あ、まあいい、2853入れよう。入れます。はい、よし、ログインできたな。え、よし、パソコンの得意な俺に任せろ。そしたらもうこの世界にお前不要だ。ログインしました、プチプチタのアカウントです。このパソコンの中で永久にさまようといい。やば。ああ、え、これパソコンの中。あ、あ、あ、本当に中だ。本当に中だ。フォルダ開いたのか今。フォルダ開いたってこと、ほらこれフォルダの中身だ。すごい。ゲームのパスワード .ping って書いてあるじゃん。え、ちょっと見てみる。これだからあれだよね、写真エリアってことだよね。ピクチャーエリア。ちょっと見てみるか。パソコンのパスワード、ゲームのパスワード、スクールオンフィ、フィラ、フィリ、RGB、コング。なんか適当か？え、一旦こうさ、横のボタンを押してさ、全部見てればいいね。ほい。え、見れんの？あ、入れる。すげえ。画像見れんじゃん。すげえ。パスワード見ようぜ、パスワード。これゲームのパスワードって書いてある。ほら、またさっきのやつだ。かぼちゃ見るんだ、これ多分。1321207。1321207。はーい。これ写真撮っとくね、俺。自前の iPhone で写真撮っとくわ。はーい。よし。なんかね、めっちゃね、うん、絵が貼ってある写真があるみたいな感じかも、どこのエリア。ほんとだ。この辺は関係ないのかもね。こっちはダウンロード、ドキュメント、ゴミ箱。え、ゴミ箱があるよ。一旦ここから行ってみる、このダウンロードから。え、じゃ全部見てみようよ。あ、見てみる。じゃ私、上から見るね。じゃ俺、下から見る。コングまでやったから。全部写真かな、ただの。なんだこれ、ピング。ああ、なんでもない。あ、見終わった。全部写真。
そっちはローカルディスク、ピクチャーダウンロード、ドキュメント、あーこれあれだ、普通にボタンだ、ここにあるのと一緒だ。それも別に何もなくて、あでもね、これパスコードがあるね。これでもなんか言ってる、そこのパスコードについて悩んでいるよな。そこのパスコードはこの世界にはない、ワールドのホストが扱っているので、あろう端末に隠してある。ワールドのホストって君じゃね。これこのゲームのフォルダの中、マジの PC のフォルダの中に入ってるってことじゃない？俺のパソコンの中に入ってるの、本当にリアルの。え、それはなくね。え、多分そうだよ。これガチガチだよ。ちょっとやってみていい？うん、はい、ありました。マジ？ありました。パソコンの中身開いてありました。やば、あの本を読んだな。とりあえずパソコンのデータを消さなきゃ。今の実態は収まらない。フォーマットするか、アプリデータにあるはずだ。だが書けかかって言うんだろ。そのパスコードは私は知っている。今の実態を収めるのは君が必要だ。下にコードを記しておく。720-8519。こんなことある？これ今俺のゲームの画面じゃないからね、みんな。これパソコンの画面だからね、これ。じゃ戻りましょうか、あっちの世界に。はい、戻ってきました。うわー、やばかった、びっくりしたね。一旦他のも見てみようよ。あ、これ入れなくていい？パスコード、あ、か、紙持ってねえんだ。ゴミ箱にもパスワードあるよ。え、ここに紙とエンチャントがあるね。あるじゃん、あるじゃん。何のパスワードかわかんない。まあ、なんかいろいろ入れてみればいいか。書いたやつちょっと入手しとくわ。じゃあ私ちょっと見てるね。うん、なんかアスレチックとかもあるよ。押してみていい？ドキュメント行った？ドキュメントでマイゲーム押して。ドキュメントでマイゲーム。あ、これ？はい。ほら、ちょい押してみない、アスレチック。ペッション！おお、やば！すげえ！レベル1とか書いてある。誰だよこれ、このパソコン作ったやつ。めっちゃやぞこれ。すごすぎ！このマップバカ楽しい。はい。はい、あ、なんかね、アスレができない人のための救済措置があるらしいよ。TP する？いらない、いらない、いらない。5、4、3、2、1。次失敗したらとかにしようよね。あ、失敗した。いや、まだまだ、だってひなこちゃん次失敗したらって言ってないもん。あ、待って、なんか、え、なんかおかしいとこ来ちゃった。だって違う、私が TP した、なぜか。なんで？前のステージに。オッケー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 。おお、そっか、下がるのかこれ。で、こっちのマグマブロックからいけるな、これ。あ、ほんとだ、飛び越えられるのか。あ、水アスレだ。死んじゃう、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 死んじゃう。とりあえずアスレ進んでいきましょうか。どこまでやらなきゃいけないんだろう。こっちヤバアスレあるから早く来て。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、はい、行くぞ。やばい、やばい、ひなここういうの苦手。オッケー、水来たよ。はい、オッケー、来た。なにこれ、ヤバアスレ来たぞ。俺開けとくよ、じゃあ。開けとく、開けとく。開けて、はい、開けとく、開けとく。待って、乗り合い、待って、よいしょ。で、自分で開けてさ、やって。オッケー、いける？乗った？乗ってる？オッケー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 。はい、なんか手に入れたんだけど、今なんか何も手に入れたってよ。先ほどの謎ってやつ、ちょっと読んでみる。一旦分かんなかったかな。分かった。そしたらこの仮想 PC にその TXT ファイルを作ってみる。何言ってんの。仮想 PC のダウンロードフォルダに MC パックフォルダがあるから、でも作れってことか。とりあえずアスレやろう。ごめんね、制作者さん、うちら遊んじゃってる。行こう。はい、乗った、開いた。はい、あ、自分でやってんだね。はい、ナイス。うわ、なんだっすかこれ。なんだ、なんだっすか。どうやって行くんだこれ。あ、あ、行けそうだったね、今でも。行けそうだった、行けそうだった。ね、ごめんね、下手くそで、みんな。なんで横側にね、くっついた方がいい。そう、こっちね。あ、ジャンプできなかった。オッケー、はい。あー、なんでここでミスった。くそー。オッケー、よし、来た。え、こっちも同じ、もしかして。ちょっとはまだなんか幅ありそうじゃない？うん、幅ありそう。オッケー。あー、オッケー、これた。これチェストむずいよ。ジャンプして、こっち側に来なきゃダメっぽい。みんなこちゃん、こっち来て。何？こっち来て、こっち。なんかある？いや、これ、ジャンプだ。あ、オッケー。ジャンプだ。いけ。いけ。あ、惜しい！あ、惜しい！惜しい！オッケー。あ、いけるよ。はい、オッケー、やったー。よし、ちょっとじゃあラスト一回俺やるからちょっと見届けて。オッケー。なんか吸い寄せられちゃうんだよね、ミュチュンって。よし、ミュチュンって言い方気持ち悪すぎやろお前。ミュチュンってなんか吸い寄せられちゃうんだよ、ブロック側に。だからダッシュが上手にできないんだよね。
うまい。で、こっち側だな。ノー！あはぁー！いけそう！危ない危ない危ないよ。オッケー。うまい！バカ！なんで後ろ行ったの今？なんで後ろ行ったの今？行ってない行ってない行ってないよ。嘘みたいな方向落ちてくじゃん急に。あとね、最後はね、気抜く癖があるからね。あ、見た今、みんな見た今。何の話。今、あの人、おかしな挙動してたよ。してない。オッケー。いけそう、いけそう。オッケーい、ナイス。よし、これでラスト？うん。簡単じゃね？これ。めっちゃ簡単だよ、ここ。ほら、一回やったことある、この。なんか、ぬちぬち焦るでしょ？ぬちぬち焦る、ぬち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 、うるせえな、てめえ、おい。オッケー、クリアした。ああ！よかったー。え？あ、はる、にって書いてある、そして。エメラルドの数学、にって書いてあるんだよ。うわ、まるまるまるに、まる。はあ？エメラルドにってチャットに打っといて。写真撮っとく、写真。オッケーオッケー。例えば後で解けるんじゃない謎。行こう。ね、そんな気がする。はい。戻ってきた。オッケー。じゃあ次、バトルラッシュ行くか。うん。オッケー。はい。え、なんかやばいよ。何をされんの俺たち。一旦装備整えて。待って、俺も。あと肉めっちゃある。手も取った？ちょっと待って。よし。オッケー。縦で。何されんだろうね、俺ら。いや、戦わさせられるんだ。行くよ。あ、肉持った？あ、持ってない。オッケー。はい、スタート。出陣。バトルを開始します。おー、これ俺とひなこで戦うのかな。あー、違う、ゾンビだ。あー。まあ、ゾンビくらいなら。こうやって。お、バカ来んな、お前。なんで来た？プチさん、私が当たる。あ、ごめん、ひなこに当てちゃった。えい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 ナイス。倒したぞ。いや、上にいる。これ上も行けるんだ。上も行ける。うい、チビ届かないだろこっちまでは、バカ。あー、チビスケいる。オッケー。ラーウェーブ2。これは弓矢が必須だな。ナイス。スケさんやろ、スケさん、さっき。しねオッケー。楽勝じゃないか今回。ウェーブ3効果ついてる。ポーション飲んでる。ダイヤモンドゾンビ来た。上スケルトンやばいっす。マジ？オッケー、下倒した。上落とす。はい、ナイス。お、フィニッシュ。おー、勝った。あ、なんか出てるね。1。あー、こうやって埋めていくのか。はいはいはい。で、鉄の数字。で、鉄の数字が、あ、ここが1ってことだ。そういうことですね。で、やっていくしかないね。この先も。なるほどね。とりあえず戻るか。おもれー、この脱出。はい、戻った。また次回ね、このパソコンから脱出していきたいと思います。はーい。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく、バイバーイ。はい。